ニーの月が見える箱庭、皆様ハイタイ。時刻は夜25時を回りました。この番組は金曜日の夜更かしをお供にというコンセプトから番組を始めています。 MC は私トニーとミキサーのマナミンさん二人で進めていきます。なお、この放送は FM ギノアの収録放送となっております。収録の様子は YouTube アーカイブやツイキャスなどでお楽しみいただけます。リアルタイムでは車のラジオ、ご家庭のラジオ、スマートフォンアプリリスンラジオなどにてお楽しみいただけます。公式インスタ箱庭アンダーバー527、もしくは FM ギノアのメールアドレス797@fmginoa.com にて件名箱庭とされてメッセージやリクエストなどをお待ちしております。ご自身のお好きなタイミングでドリンクとフードを持ち寄って約25分間お楽しみください。はい、ということで始めていきます。お願いします。はい。なんで黙ってるんですか。先週に引き続きゆりさんと、はい、すず、はい、さんと、はい、4人で、はい、わちゃわちゃ喋っていきます。はい、そうお願いします。そう、なんと、前回の放送でも喋りきったかのような。何喋るって言われましたよ、さっき。そう、ね。そう。で、せっかくなんで、うん、ちょっと政治理学の話しましょうか。はい。じゃあって。そう。なんか、なんて言ったらいいかな。そう。ちょうど今3分でいるんですよね。そう、3分でいまして、はい、そう、あの、なんだろう、口酸っぱく言うんですけど、うん、なんか、ムーンとアースとサンと3分でいるんですよ。うん、で、なんか、人によって、この感じ方が全然違うんですよ。うん、例えば、何の感じ方にしますか？何の感じ方にします、うん、はい、プレゼントでいきましょうか。プレゼントでいきましょうか。これは、プレゼント的には、私はムーンさんから聞くのが一番いいかなって思うので。私ですか？今日は、タヌキの、ここね、珍しく二人ともタヌキなんですね。タヌキ二人が。じゃあ、プレゼント、もらうにする？もらうにする。うん。何が欲しいですかっていう質問にしますね。うん、そうですね。はい。じゃあ、たぬきさんどうぞ。たぬき1どうぞ。やばい、おもろい。そう。たぬき1。たぬき1どうぞ。はい。絞ってしまった。でも、意外と表面違うんですよ、お互い。うんうん、だから表面でも関わって違うかもしれない。うん、それは言ってきます。たぬき1。はい、どうぞ。私的には、はい、あの、プレゼントより先にメッセージカードを私は、はい、はい、探します。はい。たぬき2どうぞ。たぬき2どうぞ。もらうとしたら何どういうものが嬉しい、何が嬉しかったりとか、そう。どういうものか。別に自分があげるときでもいいです。いいよ。難しいかもしれない。嬉しいもの。もらって嬉しいもの何ですか？花。その、トニー今言ったそのメッセージカード。うん。が、嬉しいんだよね。嬉しい。あがたがた。なるほど。じゃあ、あの、次、地球さんチーム、アースチームの、まなみさん。まなみさん。私は、何が？私の欲しいものが。私が欲しいものが欲しい。その通りです。その通りです。アースらしい。そう。本当にね。本当アースらしい。じゃあ、あの、3の私だったら、何が欲しいですかって言われたら、何っていうよりも、どこどこの商品っていう、そのどこどこが大事。どこどこが大事で、あの、なんだろうな、美味しい、あ、そう、私今回、あの、チョコレート好きな人が友達のいるから、沖縄に来る時のお土産を今回はチョコレートにしようって決めたんですよ。うん、で、その場合、あの、何を選ぶかって言ったら、ゴディバーとか、リンツーとかのやつを選びます。で、その、あの、どこどこのっていうのはそこが大事ってことで。チョコレートよりも、その前につくどこどこのが大事なんですよ。なんていうかな。どこどこってですか、ブランドどこじゃなくて、月じゃなくて、太陽さんチーム。そう、なんかその、そう、みんなが知ってるような、超有名な、お店の名前とか、看板とか、ブランドっていうのが結構大事。そう、そうなんで。そう、なんかだから、それのネタで言うと、私がこの、なんだろう、社員、正職を辞めるときに、
オールさんも全部太陽の人がいるんですけど、高校生でいたんですけど、うん、ハーゲンダッツくれました、うん、やっぱりそこはね、その大事なんですよ、そのブランド名が大事。そう、ハーゲンダッツ、そう。しかも高校生だから、そんなに多分お小遣いないはずなんですよ。うん、渡すときに、これ明日の俺のお昼代なんですけど、あげますみたいな。かわいい。そうそう。その、さんからすると精一杯の贈り物なんですよ。そうそうそう。その、ハーゲンダッツっていうのがね。うん、そう。それが種明かしね。そう。たぬきさん1と2が、一緒にその、ムーンさんチームの、そ, ね、そのプレゼントとして大事なところは、うん、カード2人とも言ったでしょ、カード、メッセージっていうのがめちゃめちゃキーワードで、うん、むしろ物はどっちでもいいのね、うん、あの何でもいい、チームはでそのメッセージが手書きだったらもっと嬉しいでしょ、うん、そうそうそう、手書き、うん、前提ですよ、ごめんなさい、前提でした、前提です、ちょっとさ、それさ、どうさ、どう思いました、書く手書きでメッセージ、書くのは好きなんですけど、渡す、そういう花とかその花屋さんに行って、わざわざこれを書いてきたんで一緒に入れてくださいって言う、言わないでしょさんも、そのね、ハゲンダッツとかリンツのチョコレートとかにわざわざカードはあんまり渡さないでしょ、それがほらさっき今カード大事だよ、メッセージ大事だよねっていう時、うんうん、手書きが前提って言われてたそれが本当にあのまさにムーンさんなんです、気持ちが大事、そう、うん、気持ちが大事、プレゼントそのものよりも、うん、その送る気持ちが大事、そうそう、じゃあ地球さんチームの種明かしいきます、はい、私の欲しいもの、その通り、はい、あの実用的なあの考え方を持っているのがアンサーチームだね、そうだね、なのであのもうらうプレゼントとしてはとりあえず私に聞いてからもらえたら嬉しいなっていう感覚が一番最初、何でもいいんですけど私の欲しいものが一番嬉しい、で3はやっぱりさっき言ったみたいに、うん、その何であっても例えば、うん、デパートの包装紙とか袋とか、うん、リンツっていう名前とか、うん、ゴディバっていう名前が嬉しいっていう、うん、そうなんです、うん、そうだから感覚が違うの、3分類って面白いでしょ、知って自分がいいって思ったのを、うん、違うチームの人に渡した時にどういう反応が返ってくるか、うん、今わかるでしょ、うん、そう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 、そうそうそうね、今からよね、うん、私でもそれは私の満足なんだ、うん、そう私の満足、相手をこう嬉しいって思わせると、とりあえずやっぱり相手がいいって思ってるのに合わせてあげたら、そうですね、間違いないよねっていうのがこの3分類でわかるよねっていう話ね、今ね、そうそうそう、ね、ね、なんか他にもいろいろあるんですけど、うん、一旦いい感じなんで曲挟んでから話しますね、うん、はい、はい、じゃあ曲紹介、私か、今回。そうです。お願いします。はい、スマイル、しおりさんのスマイルです。どうぞ。もし聞いてみてほしい、この歌、いい歌だと。はい、はい、あの、あれで聞いて。いいね。これさ、あれにある、うん、アップルミュージックで。あ、ある、探す、探す。ちょっと。とりあえず探して入れて。何やったっけ、スマイル、しおりスマイル、しおね、スマイル、あ、よ、ね、開けて一回スマイルってどうかと、いいから出てきて、出てきて、あと、スパッチとしよう、あ、これこれ。で、そうそう、どっちでも一緒。うん、出た出た。こっちこれを登録すれば。
カーフボーイさん、高坊さん、こんばんは。じゃあ一番終わりますね。はい、ありがとうございます。はい、お届けした曲はしおりさんのスマイルでした。この曲めっちゃ良くないですか？よかった。そう、ちょっとさ、沖縄のこう雰囲気が漂う。そう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 。でもあのがっつり民謡って感じでもなくて、そう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 、優しい感じだよね。そうそうそう、いいね、うん、おすすめなのでぜひ聞いてくださいっていうことでした。ってことで三分類の話に戻りたいと思います固まりましたね、はい、はい、やっていきます。あの LINE 編とかどうですかね。 LINE とかそう、業務連絡編とかはあのめっちゃいます。ムーン長いんですよ、めっちゃ長いんですよそう、でもめっちゃ長くて文章の書き方、ね、そう、めっちゃ長いし絵文字もめっちゃモリモリだし、そうっていう部分があるんですけど、でもアースはあんまり使わないんですよ、うん、なんかもう簡潔に、うん、むしろ結論だけ、そうそうそう、ピローンって送りません、はい、結論、うん、なんか了解しましたみたいな、うん、そう、うん、はそんなことなく次の話の展開また、うん、そういえばみたいな、そう、長いやつが送ってこられますね、そうそう、で、あの3は絵文字ですなんか了解だけ絵文字みたいな、そう、おはよう絵文字みたいな、そう、ありがとう、うん、絵文字みたいな、でなんか3自体はそもそも長い文章を読めないんですよ、うん、だから例えばこのスマホの中で、うん、この中に収まるだけしか読まない、うんうん、そう、それ以外は読んでないから、うん、そこの大なんだろう、入ってない部分に大事なことを入れられても読んでないから聞いてないよみたいな感じになるんですよ。そう、通知にあの現れる枠に入っている言葉しか大体見てる、 それでいるかどうか判断しているやつだったら開くけど、いらないんだったら開かないです。そう、だから大事なところを一番最初に入れてくれた方がいいけど、でもなんか急になんか多分ムーンからしたらなんだろう、失礼なんですよ、なんて言ったらいいかな、やっぱ最初は挨拶から入れた方がいいかなとか、そうって思うけど、なんかこのアースとサンに関しては、うん、早めにもうなんだろう、結論を言ってって感じね、そうそうそう、そこで、そう、それでなんだろう、うん、必要材料かどうか判断するから、うんうん、そう、だからその長いこのなんていうかな、背景、この頃暖かいお天気ですがみたいのはいらないみたいな、そうそうそう、後ろに書いてみたいな逆に後ろに書いてみたいな、あ、なるほど、そう、うんうん、でなんかこの前あの私がゆりさんにタイムスケジュール送ろうと思って、うんうん、でもゆりさん絶対途中から読まなくなるなって思ったから、うん、最初で「チャーメンです」そうそう、「チャーメンです」って送ったから、うん、なんか長面ですって言ったら最後まで見るんですよ、うん、3の人、うん、そう、大事なことがきっと後ろにあるんだなって判断して、ね、そうそうそう、そう、ちゃんと見ました、うん、そう、でも長文ですって書いてあったから、うん、あ、もう今は見ないって思って、うん、そうそうそう、ちゃんと時間がゆっくりできてから見ました、うん、そうそうそう、うん、これをだからインスタのストーリーあるじゃないですか、うん、24時間できるやつ、うん、あれをちょっとネタにして載せたんですよ、うん、そしたらペガサスの人がめっちゃハートマークしてました。なんかわかるんですよ。そう、あのね、3チームに所属しているあのキャラの人たちは、そうそうそう、それにあの、あ、長文で帰ってくれたら助かるなっていうのが分かったんですよ。で、アンさんたちは、うん、あの、とてもさっきも言ったけど、自重的でしょ、うんうん、だから、結論が先に書いてやってくれたら、これからこういう話が来るんだねっていうのが分かるから安心するの。うんうん、それがないと、あらあら、何って思いながら読まないといけないから、うん、ちょっと、あの、何これっていうのになっちゃって、うんうん、アンさんの人は先にあの結論を書いてあげたら安心するんですよ。うんうん、でも、ムーンの佐々木は鳥がいっぱい言ってたけど、うん、それは挨拶もないのに失礼なんじゃないと思う？思う？そうじゃん。なんか久しぶりに電話した人にいきなり要件だけ言ってもなんか、うん、え、なんか失礼って思いません？なんかめっちゃ、なんか5年ぶりぐらいの人に電話して、なんか要件だけ言われて切られたらなんか寂しくないですか？
そうね。でもなんかね、人と時と場合によるかもしれない。うんうん、結構、うんうん、なんか使い分けてる気がする。うん、表面が、ね、そう、表面が多分狼って、うんうん、アースが入ってるから、うんうん、そう、多分なんか、すずさんの多分やりとりとかは結構なんか、うん、なんだろう、天と丸、だからちょっとアースっぽいなって思います。うんうん、そこは、うんうん、そうそう。なんか、意識的にやってるかもしれない。うん、そう、そういうことだね。そうだと思う、うん。そこがじゃあ出てる。出てます。そうだね、きっとね。そう。けど、なんか基本的には、やっぱ、話、でもなんか話長いって言われます、なんか簡潔に話してます。うんうんうん、あ、いや長い。そう、だから今言った文章でも、うん、あのね、書き出すとなんか感情とか、なんか伝えたいことがいっぱいあるとうわって書いちゃう、うん、なんだけど、はたと一回立ち止まって読み直す、うん、あ、すごい、偉い、長いと思ってもう一回書き直すの、しまったと思って、めっちゃすごい、そうで、多分これでは相手伝わんないかもなって、うん、なんかもう文章もぐちゃぐちゃって、うん、なんかあるから、うん、あれと思ってもう一回書き直しても、うん、で簡潔に、うん、してから送るみたいね。やっぱり急いでる時はでもね、うん、わーって入れて、うん、って送る。多分これ伝わんないな。そう。で、なんか面白い、本当にあの、うん、それこそこの前はじちさんのね収録に行った時に、か、うん、のなんだっけ、分かったんですけど、さ、うんの人って、うん、手っ取り早くっていうキーワードがあるんですよ。だから、うんうん、このゆりさんとね DM でですよ、はじちさんボイスメッセージ送ってきてたんですよ、そう、そう、もうだからあのさんの人はも文字を打つのすら時間がもったいないから、うん、ボイスメッセージでメッセージを送るって人もあいるんだ、はい、います、うん、でも伝わってこの今のタイミングを逃さないってことの方が重要なわけ、うん、確かにね、その、うん、それで伝わればいいから、その書き方は、うん、あの文字であっても、うん、あの、ね、声であっても大丈夫、うん、音であっても大丈夫で、伝わるっていうことが大事だから、うん、しかもあの手間をかけずにがキーワードなのね、確かにね、大好きな言葉も言ってみよう、大好きな言葉、あ、違う、よく使う言葉、大好きな言葉、つい言っちゃうあの言葉、ああ、なるほどね。つい言っちゃう言葉。言葉、うん。あのね、じゃあ今度は3から行くね。3はね、めんどくさいってすぐ言っちゃうの。そう。お口癖。そう。めんどくさいこと好きじゃないよね。っていうかね、めんどくさいって何でも言っちゃう。うん、それがね、あの3なので、簡単とか、わかりやすいとか、あの、簡潔にとか、割と好き。でもタイミングはものすごく大事ですよ、3はね。なんか、この前アウトレット行った時に、うん、なんか、これ登録したら安くなりますよって言われてやろうと思ったら、土、う、が、ん、めんどくさい。そうそう。そうなんだよ。あのね、その、なんていうの、QR 読んだだけで登録できるのはすぐやりますと。うん、だけど、そっから、あと、これも、それも、あれもって登録しなきゃいけないやつは、ほっとめんどくさいから、もういいや、5% だったらもうしないってなっちゃうのね。でも絶対するでしょ、みんなは。しない？私はなんか慣れてるから多分やります。うん、ここいや多分やるタイプ。うん、やる。やる？やる？やるよね。ここはね、三はね、めんどくさいっていうのが好きなの。言葉として出ちゃう。そう。とかあと嫌っても言いますよね。一回。いやあんま嫌って言うかな。なんか、ね、でもなんか嫌って言うよね。多分言うかな。そうかな。かもしれん。でもとにかくめんどくさいは自分でもわかるぐらいよく言う。うん。めんどくさいもん。そう、何好き、何好き、何好き、口癖で出ちゃう言葉みたいなやつ、うん、よく言っちゃう。私はもうそれこそなんだろう、まああのもう答えそのまま出すけど、うん、なんかすいませんと、うん、なんでは、なんでね、絶対出る、絶対よく言わない、なんでどうしてってよく聞かない、うん、そうそうそう、どうして、うん、なんでは絶対、うん、さんの人ね、なぜかを聞きたがるのよ。そう、追求この、そう、追求型だし、この、そこが、あ、違うな、ストーリーが全部つながってるんですよ。だから、この1話と3話の間の2話の話を聞かないと結びつかないんですよ、話が。そう、だから2話は何があったの？どうして？っていう、その中身全部を知りたがるから、なんで？ってめっちゃ聞きたがる。そう。例えば本当に例えばですけど、うん、あの、まあ、今
ラジオだから映ってないんですけど、あの飲み物がありますと、うんうんうん、これをどこで買ったのって話になったら多分、うん、こっちはローソンで終わると思うんですよ、うんうんうん、でもこっちはローソンで買う前になんでこれをローソンで買ったのかっていう話から始まるんですよ。自販機に行って1万円札しかなかったから、うん、そう1万円札って使えないじゃんみたいななって、そうでなんで自販機に寄ったのかみたいな、で喉が渇いててみたいな、そういうもうなんだろう、結論からめっちゃ遠ざかっていくんですよ。そう、それはムーンです、うん、どうしてなのとかなぜなのが知りたくなるの。そう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 、あそうだから、そうですよ、入ってる、入ってる、でもなんでって聞きますよね、すずさん。そうして聞いてる、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 そうそうそう、だから聞き上手よ、あのムーンさんは。そうだってどうしてか聞きたいから、そうそうそう、聞いてくれるもの、はいはい、そうそう、うん、そうだから聞き上手。でもどう、そんなに気にならないよね、そこは。分かったって、買ってきたんだね、はーいって終わるよね。そこはね、あんまり気にならないよ。ここ二人は多分気にならないんだよね。そうなのよ。ちなみに、アースの口癖は、何、何とか、一生懸命とかさ、何とか納得とか、そういうの。なんか、なるほどって言う。確かに言いますね。そうそうそう。納得したいし、一生懸命にやるし、うん、結構そうそうそう、うん、あの頑張り屋さん多いよね。そう多いですね、うん、努力するの人もすごく多くって、うんうん、でもやりすぎちゃうから、うん、そうですね、そこがちょっと気をつけポイントかな、うんうん、そう、がむしゃらに頑張っちゃうの、すごく、うん、でもなんか面白いですよ、なんかそのアースは頑張ってる自分がかっこいい、うん、だからやりすぎるんよ。そう。ダメよ、やりすぎちゃうね。そうそうそう、うん、あのいいところではあり、気をつけポイントでもあるからね。でも、ファンは逆に、なんか、努力は人に見せない人で、弱音を、うん、そう、吐かない人だから、うん、なんか、こんなに俺頑張ってるんだっていうのすっごいアピールしてる人がいたんですけど、私、その、なんだろう、やっぱムーンだから気遣いで、あ、めっちゃ頑張ってるんだねとか、すごいこのねぎらいの言葉をかけてたんですけど、この人が合わせて知った瞬間に、あ、めっちゃ見てほしいんだと思って、寝たいんだったら寝てください、もう私はもう触りませんみたいな。そしたら急になんか冷たい態度と取られたっていう。怒られました、周りに。そうそうそう、なんかそれもなんかその人の感覚で全然違うんだよっていう話でした。はい。そうです、そうです。そうそうそう。違うんだよね。あ、だから、アースの人が電話の時に、何って言いません？なんか、電話取って、もしもしの前に、なんか何、何で、要件どうぞ、みたいな。あ、要件は聞きたい。そう、そうそうそう。そうです、そうです。うん、納得したいからね、この電話の意味は何なのかを知りたいよね。そうそう。うん、そうなんです。こっちはその前に、あの、あ、お久しぶりです。先日はどうもありがとうございました。っていうの、要件何だったのかなって言って、うん、切る時の電話が止まりない。それだったっけ？それは多分このチームなんじゃないかな。でもこっちもじゃない。意外となんか、わー、来たみたいな、要件すら忘れてなんか違う話で何だったっけみたいな。あ、電話しないもんだ。逆に。うん、しないしない。あ、なるほど、ね。しないもの。うん、だから、あの、本当に、あの、興味のあることだけポンってやって終わるから、電話を別にしないの。するんであれば、きっと条件を言って、うん、切る。終わり、終わり、ね、終わり、終わり。そうそうそう。そうそうなんです。さあ、そう、あと2分です、はい。そう、っていう感じの、はい、3分類のお話でございました。楽しかったね。でもみんな違う人がいるから世の中楽しいっていう風に思ってもらったらそれが一番いい、うん、いい結論かな、うん。うん。あの、同じ人が全員じゃないよっていうのが一番分かってほしいところよね。そうですね。うん、だからみんな違ってみんな良くて、それぞれ、うん、あの、認め合っていることが一番大事で、うん、それで楽しく世の中過ごしましょうね。違うこと好きな人がいてくれた方が楽しいよねっていう風がいいかな。そう、そういうことです。うん、です。だから、そう、みんな ISD とか、ご精神理学を学んだ方がいいよっていう回でした。回でした。楽しみましょう。はい。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、じゃあ、の、2週間連続、どうでしたか、うん、楽しい。楽しいですよね。喋り止まらないですよね。よかった。じゃあ、また、沖縄、はい、まあ、沖縄に来なくても、うん、あの、全然ラジオ出れるんで、うん、またぜひ、出ていただけたらと
思います、うん、ということで、ゆりさんもいつもありがとうございます。では今週もこの辺で失礼します、はい、お相手はミキとアドニーとスーちゃんとゆりちゃんでした。ありがとうございました。バイバイ。はい、本名言いました。すぐだった。本名言っちゃった。本当や、トニー言わんって書いてた。忘れてもう、もう、ここから抜けちゃった。抜けちゃってる、喋りまくってるから面白かった。おもろい。面白かった。いや、でも IS でよ、ミキでやってるんだよ。あ、そうか、そうか、そっちに入ってたね。